どうもこんにちは、K です。今日サブチャンネル一発目のテーマは、モノリスのラバーソウルどう思いますかうーん、僕は全然好きじゃないです。はい。正直ね。別にモノリスをダサいと思うとか、なんかそういうことではないんですけど、まあ、ラバーソウルの良さみたいなのが、1ミリも出てないと僕は思ってるので、まあ、当取ってつけたみたいな、ラバーソウルのラバーの部分と、 まあ今回新しく復刻したスクエア2を使って、まあ今人気あるモノリスのソールくっつけましたっていう、ものすごくね、こうノーアイディアというか、何も考えずに作られてるんじゃないかくらい、人気だからとりあえずあのソールにしたっていうくらい品を感じないので、僕は全く好きじゃないです。ね。まあ今回復刻したスクエア2っていうのが、まあちょっとなぁと個人的に思ってたりとか、まあ色もね、自分が まあ何色か持ってるから、ちょっと手にしなかったっていうのは、まあありますけど。まあ今回復刻したラバーソールはまあラバーソールで。まあまあ一ついいじゃないですか。あれはあれでね。でまあ戻りそう別にいいと思うんですよ。ただね、合わせちゃいけないものを合わせてるというか、そんな気がしてって。まあもともとね、やっぱラバーソールのさ、持つ、まああのドレスシューズの中にある品のある遊びっていう、品が大事なんですよ、ここ。 ここをね、書いてしまうと、ラバーソールである意味がないので、ラバーというそのまあカジュアルというかさ、まあフォーマルにはあまり適さない素材をあのドレスシューズに持ってくるから良さがあって、あのボリュームも含めてね。でまあ僕はどっちかというと、色が切り替わっているものが好きだったりするんですけど、 まあ、ちょっと今回のは、あんまりいただけなかったかなと。このモノリスラバーソウルに感謝。まあ、それぞれはいいと思うよ。それぞれはいいと思うんだけど、合わせちゃいけないものを合わせたっていう感じがすごく、なんかしましたね。はい。そんな感じです。はい。次。えー、リックオーエンス大好きですが、全身リックは攻めすぎですかあー、なるほどね。リックオーエンスが好きな理由って攻めてるから好きなんじゃないのと。 僕は思ってしまいましたが、どうでしょうかもう、リックが好きでって、その、まあ、大好きでって言ってる時点でさ、おそらくあの、攻めた感じが好きなわけでしょまあ、攻めすぎかもしれないっていうのも、わからなくはないんですけど、まあ、その一般の感覚とかから見たら、まあ、多分、リックオインスを本当に前進できるっていうことは、まあ、なかなか、ちょっとぶっ飛んだ人に思われるかもしれませんが、まあ、服好きの中では、 全身リックなんていうもものはもはや当たり前でむしろえリックって全身で着るものじゃないのってぐらいに僕は思ってるのでまあ別に攻めすぎっていうそのいるなんていうの,その生活する場所とかさライフスタイル的にそのどこで着るかとかっていうところはちょっと重要になってくるのはありますけど例えば学校の友達となんか軽く遊ぶのに全身リック着ていくとかだと。 ちょっとそれやりすぎじゃないのって、まあ思ってしまうような気もちょっとね、僕もしますけど、まあ自分で買い物に行くとか、まあ服への理解がある、服好きな友達と出かけるとかさ、別にそんな時に、まあ全身リックを着ていようが全然いいんじゃないかな。まあもちろん物によるからね、リック、全身リックだからといって全部が派手っていうわけでは、意外とない正当派のものも最近増えてきてるので、まあうまくやれば全然そんなことないんじゃないかなと僕は思います。はい。 次。えー、キムキー、キム・ジョーンズのディオールでかっこいいもしくは欲しいと思ったプレートありますかえー、結構ちょこちょこありますけど、ただね、欲しいまでいかないんだよね。その、かっこいいもしくは欲しいっていう風に質問に書いてあるけど、かっこいいとか、いいなって思うのよ。まあ、キム・ジョーンズがやってる、まあ、キム・ジョーンズがっていうわけじゃないのかもしれないけど、もともとディオールのそのテイラリングみたいなのが、すごくシャープで、まあ、ものすごく好きなんですよ。カッティングとかも含めてね。 で、まあ、それはある程度、まあ、ディオロムから、まあ、キム・ジョーンズに変わったりはしたけど、まあ、ある程度継続されてる部分もあるし、あの、キム・ジョーンズって結構、クチュール的なタッチ、ウエストのシェイプとかね、ああいうの入れてくるから、まあ、テイラード見たりとか、あとは、いつのシーズンだったかな、なんか水色のニットとか、ああいうのとかは相変わらずいいな、なんていうのは思ったりするんですけど、なんかね、欲しいって思うまで、パッションを感じないんですよね。なんか、これってね、難しいところなんですけど、 まあこう綺麗すぎる建物とか綺麗すぎる絵とかさこう整いすぎたものを見ると僕あんまりもともと魅力を感じないタイプなんですけどなのでなんかそれがこうキム・ジョーンズのディオールに出ててもちろんストリートに寄っちゃうとちょっと自分のあんまり好みのテイストじゃないからうーんって思うしまシーズンによってもちょっとどうしたみたいな時ってあるけど実際軸でやってるテイラードとかは 僕も動画で言ってますけど、本当に素晴らしいものがあるんですよね。あの値段、あのクオリティっていうのが本当に納得できるような素晴らしいものがあるから、ものとしてはめちゃくちゃいいなとは思うんですけど、なんかじゃあ買おうかなって思えない何かというか、それはキム・ジョーンズが持つ、持ってるというか、まあディオールを通して出してる世界観なのか、なんか熱とか、なんかそういうのがあんまり感じれなくって、 欲しいなというところのそのステージにね、上がらないんですよね。これ結構服好き共感できると思うんですよ。多分、服好きで今ディオール着てる人って、まあいないと思う。まあ、そもそもラグジュアリー離れが結構進んでるっていうのはあるので、まあ正直ね、ディオール、まあジバンシーはこの前のあの刺繍のね、ロゴとかだったら感度が高い方なんかはちょこちょこ買ってる方も、まあいるかもしれませんが、まあジバンシーとかさ、まああんまり実際着てる人ってそんなにそんなにいないじゃないですか。 そう。だから、まあ、それもあるとは思うんですけど、まあ、ィオールが出す、その、なんか、男心をくすぐるようなさ、憧れ的な、なんかこう、ビジョンというか、なんかあんまそういうの感じれなくって、僕ね、かっこいいなど止まり。いいなクオリティ高いなど止まり。なんですよね。心が動かないというかね。はい。そんな感じです。多分、服好きわかるんじゃないかな。はい。次、K さんの妹は服好きですか高い買い物があまり理解されなかったこととかありますか まず僕に妹がいるということを知ってくださってるということは、これよくサブチャンネルとかを見てくださってますね。ありがとうございます。で、高い買い物が理解されなかった。まあ、大学1、2、3年くらいかな。僕が。だいたいね、確か3つ離れてるのかな。だから僕が大学1、2、3の時って、妹は要は高校1、2、3。 とか、だったんだよね。それぐらいの時はね、やっぱあんまり理解されなかった。まあ、そんなに僕の服がいくらするとかっていうのに、そんなに興味なかったと思うんですけど、そもそもね、まあ仲良く、仲は良かったけど、そんな特別服の話することってあんまりなかったからな、東京行って何してんのとか、こういうところとか行ってんのとか、なんかそういう話はしたけど、別にこんなの買ってきたとか、 あんまりやることはなかったけど、まあ、靴とかね、見られて、どうしても玄関にね、置いてるから、何これ、プラダのこんな靴いくらしたのとかってことは、あってバカだねとか言われた時期は、まあ、ありましたけど、でも僕が大学、ま、4年とか、社会人とかにね、ちょこんとこうなった時に、まあ、妹も大学1年、2年とか3年とかさ、まあ、それぐらいにこう、ちょっと妹もなんか大人になったぐらいのタイミングで、逆にね、目覚めたんですよ。 僕と同じ血を引き継いでるなーっていうのはすごい思ったんですけど、まあ結構いいブランドのバッグが欲しいとか、まあ服はね、そんなにすごい熱を入れてっていうわけじゃないけど、ゾーのこれ欲しい、ステラマッカートニーのこれ欲しいとか、まあいわゆるちょっとなんていうかな、いわゆるそんなにすごくファッショナブルなアイテムじゃないけど、ちょっといい服が欲しい、丸ニのこれが欲しい。学校とか丸ニのトートバッグで行って、なんかケンゾーのシャツ着てとか、なんか そんなことやってたんじゃないかなステラのバッグ持ってとかね。なんかそんなことを、まあ、ちょこ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 こうやるようになって、なんかいいアイウェアかけたりとか、シューズもいいの履いたりとかしてたので、まあ、その辺ぐらいからはすごくこう、価値観的なのは合ってきたかなっていうか、まあ、僕みたいになったなっていうのは、なんとなくありましたね。まあ、高校生の時とかは理解されないの、当然だと思いますけど。まあ、最近は、まあ、すげえコミュニケーションを取るわけじゃないですけど、 まあ相変わらず、まあ僕のある程度活動のこともそれなりに知ってるし、まあ僕が服をすげえ買うこととかっていうのは、もうあっちはもう完全に認知してるので、ここ最近とか、社会人になってからくらいからはなんかそんなに理解されなかったっていうことはないかな。はい。次、もはや服にこだわりすぎず、毎日同じような服装で仕事や学業に没頭しているとか一番おしゃれに見える説。なるほどね。これはね、あるあるなんですよ。まあおしゃれに見えるというよりかは、まあかっこよく見えてくるんですよね。 その人のことが、ま、いわゆるこれは職人感というか、例えば、ま、ジョラサン・ウィリアム・アンダーソン。ま、アンダーソンとかデザイナーね。ま、見ててもさ、ま、ほんと普段の服って適当じゃないですか。ま、適当に見えるというかね。でもあの、あんまりこだわってないようなルーズさが、ま、僕らから見るとちょっとかっこよかったりするでしょあれ何かって、ま、そのクリエーションに集中してる。本当にクリエーションベースで生きてるっていうのが伝わってくる。なんかその、 まあそのクリエイターというか職人感みたいなのがかっこよく感じたりするのが結構あるから意外と服装が地味であんまりこう変わり映えもしないんだけどずっと何か例えばアトリエにこもってずっと絵を描いているアーティストとか まあ、例えば動画で言えば、まあ、例えば動画で言えばずっとこうなんか、それを作ろうと、こうね、動画の編集したりとか、撮り方とかいろんなことをやってる人とか、そういうのがね、割と格好よく見えてくるっていうのは、これはもう、本当あるあるだと思いますよ。はい。次、ランウェイにおいてデザイナーやブランド側が力を込めているルックの発表順は何番あたりですかまあ、これは1と1番最後ですで。やっぱりルック1っていうのは、とにかくブランドのその、顔になる。多くの、まあ、 メディアとかでもそうだし、今回のコレクションが行われましたって言ったら基本的にトップに来るのは、やっぱりルック1が来ることがほとんどなので、まあそのオープニングを飾る。まあ、これってでも、何でもそうじゃない例えば曲の入り、まあ舞台のそのオープニングの演出、映画の最初の引き込まれるなんか音楽とかさ、何でもそうだと思うんだけど、やっぱり一番最初って、 その一つの作品のスタートとしてすごく重要なので、ルック1はもうめちゃくちゃ大事。まあ、ファッションショーで言うと僕の感覚的にはルック1、2、3を見れば、そのコレクションがどれくらいいいか悪いかっていうのは、なんかなんとなくわかる。なんかこれはね、まあ多分僕のメインの動画見てくださってる方とかは、結構わかるかもしれませんが、僕割とルック1、2、3をちゃんと紹介するコレクションって、結構実はいいコレクションが多いんです。別にもちろん好き嫌いはあると思うけど、 結構いいコレクションが多いので、まあ、ルック1を筆頭に2、3。で、あとはやっぱり一番最後ですね。まあ、これも終わり方っていう意味で言うと非常に重要ですし、まあ、もともとクチュール文化みたいなやつって、オートクチュールって結構一番最後にウェディングドレスを発表するみたいな、一応決まりみたいなのがあるんですよね。あれがやっぱりファッションショーっていう意味で言うと、まあ、プレタのコレクションとかにも結構まだ根付いてるところがあって、まあ、絶対にドレスっていうわけじゃないけど、最後は結構華やかにそのコレクションを印象付けるような、もうだから から最後のタッチだよね映画の完結、まあ、映画の一番最後のシーンとか音楽の最後の終わり方とか,なんか例えば PV の最後がどういう演出で終わるかみたいなああいうのが一番最後重要になってくるから、まあ、そういう意味では一番最初と一番最後っていうのがものすごくそのデザイナーの意図というか今回のコレクションを表しているっていうのが出てくるかな。 っていう感じ。はい。まああと、ちょっと細かいこと言うと、まあコレクションを、こう、流れを変えるような、テイストを変えるような、 ルックのスタートっていうのがあったりするので、まあ、そこは注目してると、まあ、それが特別すごく重要っていうわけじゃないんですけど、まあ、ここで切り替わったなとか、ここからちょっとテイスト変わってるなとかっていうのが、ま、分かってくる。何個かに分かれてる。だから一つのコレクションを三分割してたりとか、まあ、A でやったものを一回 B で別なのやって、また C で最後ちょっと拾ってるとか、あの、そういうこともあったりします。バレンティノの、まあ、ピンクのコレクションとかそんな感じなかったかな間黒やって前後ピンクで拾うみたいな。まあ、それもなんで こうやってんだろうなみたいなのはあの考えるとちょっと伝わってきたりするんですけどまあ一番こう順序で言うと1と一番最後ですねはい次ハイブランドのコスメを使ってもロゴ丼のように他の人に分かりづらいのに多くの女性が欲しがるのはなぜですか素材などの良さを理解できるならなぜ服はロゴでアピールする人が多いのうーん なるほどね。まあ確かにコスメって何のリップ使ってるとかって、まあなんか本体を見ないとわからないじゃん。その女性の顔を見て、ああこれトム・フォードだな、サンローランだ、ジバンシーだ、ディオールだって、なかなかなんかすごいオタクじゃないとさ、美容のね、わからないと思うから、 まあ、それでもなんで欲しいんだろうっていう着眼点みたいなのは確かにいいんですけど、まあ言ってもやっぱパッケージのデザインっていうのは大きいと思うし、またそのブランドに対するも憧れ的なイメージだよね。じゃあ服、バッグ、じゃあこれと比べて、まあ1本のリップでまあ5000円とかするから安くはないんだけど、まあでもバッグ買うんだったら最低でも2、30万。服買うんだとしてもまあ最低でも10万近くってなってくると、まあリップ1本、まあわかんない。まつ毛に塗るやつ1本とかだったら、まあ比較的、 手に取りやすいじゃないですか。だから、まあ、香水とかと同じだよね。こう、憧れのブランドを自分にこう身につけられる、自分のものにできるっていう風になってくる。そのブランドとこう、触れ合えるというかね。そういうやっぱ一つの、まあ、入り口として、やっぱコスメっていうのは、すごいこう、何て言うかな、手に取りやすさっていうのがあると思うので、まあ、こういうのも含めて、まあ、やっぱサンローランで買いたいとか、まあ、シャネルがいい、トムフォードがいいとか、そういう人たちっていうのが、ま、多いので手に取ってるっていう感じ。 あとは品質への信頼感みたいなのもあると思うんですね。もちろんコスメを専門でね、やってるようなブランドも、まあそれはそれでありだし、まあとてつもない値段するラグジュアリーなブランドとかあるじゃないですか。あのコスメをオンリーでやってるさ、美容のとかも、まあそれはそれでいいし、まあでもこういう名だたるブランドがいろいろやってて、まあ今までいろんな女優だとか、まあ有名な人がつけてきたから、なんかそれのその品質への信頼感もあってっていう方たちが、 多いから買ってるんじゃないで後半のこの素材などの良さを理解できるのはなぜ服はロゴでアピールする人が多いのっていうのもまあ分からなくはないんですけどまあ単純に自分の一番外側にお金をかけて、まあ、身につけるものってなってくると多くの人は。 やっぱ自分が何を身につけてるかっていうのはアピールしたくなるんじゃないかな。もうこれは価値観というか服はさ、どうしてもロゴものが存在するでしょコスメって別にリップスティックでリップ塗ったらモノグラムが出てくるとかさ、チーク塗ってグッチのマークが出てくるとかっていうそういう、いわゆるなんていうの、外側に出るロゴアイテムがそもそも存在しないじゃん。服の場合は実際にクリスチャンディオールとか、そういうものが存在するので、まあ一般のね、そんなすごい服好きな人は別かもしれないけど、まあ人たちがね、一般の人たちが、じゃあ自分で10万、20万払って いいブランドのものを身につけようとなった時にじゃあ無地でいいかって言われるとそれはなかなか難しいっていうのがまあ何て言うのかな本音というかそういうところなんじゃないかなと思いますけどねまあそんな感じかなまあコスメっていうのはちょっと肌との相性もあったりするからより素材的なところにこうスポットを当てて、まあ、自分の肌と合うかとか自分のこう、まあ、顔という素材が生きるかとかいろんなことを考えると思うんだけど服に関しては まあそんなにね、その肌との相性とかっていうことはなくって、まどういうものを身につけてるかっていうことだけに、まあスポットが当てがち、当たりがちだと思うので、一般の人たちっていうかその普通の人たちはね。そうだから、そんなってくるとやっぱロゴ物がっていうふうになるのは、なんか気持ちとしてはわかるけどね。次、担当の人の給料って自分が月に20万ほど使うとどれくらい影響するのうーん、20万では特に何も発生しないかな。 まあ基本的に、まあもちろん全部のブランドのルールをしてるわけじゃないので、まあたまにイベントとかだと、まあその一回の会計で、これくらいの会計が出れば、それの、 何をちょっとプチボーナスとして換算しますとかっていう時もなくはないんだけど、まあ僕がいたところとかで言うと、基本的には月の売り上げベースで、まあその売り上げに対して、例えば店舗も達成して、店舗のバジェット達成した。で、個人も達成してるってなると、じゃあその個人売りの何とか、例えばなんか、まあわかんない。僕の全然ブランドじゃないけど、例えば100万円売ったら1万出るとか、なんか本当そういうレベルのところは、まあちょこちょこ他にも 気持ちね聞いたことあったりしますけど、なんかその1回1回で100万の売り上げが出ました、今日。じゃあいくらですとかってことは基本的にない。そのあくまで月間でどれぐらい取ったかで、まあもちろんないところもあるので、本当にインセンティブというのは全くないブランド。まあその分、ボーナスだったりとか、まあ年間の売り上げに対して評価額で決まったりとかっていうブランドも,も、僕もいくつか知ってるブランドありますので、なんか1回1回の会計とかで、 こう、なんていうのかな販売員に何かが発生するってことは基本的にはないかなまあ月間で、まあうまくいけば出るブランドは出るかなっていうところ。もちろん出ないブランドもあるし、あの、ちゃんと出るブランドもあるしっていう。ただ、出るブランドは出るブランドで逆にボーナスが低かったりとか、結構ね、ラグジャリーその辺うまくなってるんですよ。逆に基本級は高いけどボーナスないとか、まあ逆に基本級はそんな高くないけどボーナスが異常な比率があるとか、まあ結構いろいろありますので、 まあ意外とでも月20万、まあ50万ぐらいではそんなにそんなにかなっていう。ただまあその月間のね売り上げのあの数字には繋がってるので影響が全くないというわけではないですけどそんななんか給料に僕の会計が繋がったとかっていうのはまあ結構規模が大きくないとっていう感じかな。はい。そんな感じ。まあ ジュエリーとかはちょっと変わってきますけどね。ジュエリーとかやっぱり単価が高いと、例えば1000万以上のものを決めたとか、あのそういうクラスになってくると、まあ、そのうちのナンパーとか、まあ、たまにあったり、まあ、僕もねあの、ちょこちょこっと経験はあったりするんですけど、まあ、いわゆるこうかなりの値段帯の時計とかジュエリーが自分のお客様で決まると、それのナンパーが入ってくるみたいなのはあったりしますが、あんまりプレタとかそういうのは、そんな買い物の都度都度っていうことはそんなにないかな。はい。 ななんとく伝わりましたルールはいろいろあるんで、あの本当にブランドによってこれは全然違ってくるかな。はい。じゃあ終わり、以上にします。バイバイ。